大西山は、長野県下稲郡大鹿村と豊岡村の境にある山。標高1741.2メートル。天竜川水系の小渋川と青木川の合流点付近に位置している。1961年の36災害では、小渋川に面した北、東山六で大崩落が発生し、川を挟んだ対岸の集落が大量の土砂に、 飲み込まれて42名が亡くなる被害を出した。大生山は大鹿村内を通る中央構造線の西南日本内帯側に位置しており、山体を構成する編成岩の一種であるマイロナイト層が集中豪雨によって脆くなり剥がれ落ちたとも考えられている。大鹿村側には登山道が整備されており、途中のピークからは海しだけなど南アルプスを望む。 ことができるが、頂上部は小立に囲まれており、長望は良くない。豊岡村川の登山道については、途中の集落が廃されていることもあって状態は、あまり良くないようである。崩落斜面は、その後上部に向かって、崩壊と崖化が進んだことから、1986年より、林野町直轄事業として、土止めや植生の回復に加えて、 マイロナイト層の上部にある加工岩を削ることで重量負荷を軽くするなどの崩壊防止、地産復旧工事が行われてきたが、1998年の作業中に発生した乗り面崩壊に作業員が巻き込まれて死亡した事故により一時中断。事故に伴って崩落面への立ち入りが禁止されたため、翌1999年から2001年にかけて、 無人化志向による糊り面切り取りなどが行われた。その後も地産復旧工事は継続して行われている。ありがとうございます。